はいどうも藤井ですご質問いただきましてありがとうございます今回のご質問というのが、えー、今特定のワードで長文記事の作成をやっているんですけどもカッティブを使ってしようとしてるんですが 前後のの文章のつながりや編集に時間を要してますその部分は仕方ないと思ってますが、藤さんの経験からこんな使い方が便利とか、動画で紹介していたプロンプトを使った記事作成の方がおすすめかもなどあればアドバイスを聞かせてくださいという、えー、こういったところでご質問をいただきました。ありがとうございます。でですね、えー、要は、長文記事をカッテブで作るときに時間がかかってしまう。 でも編集に時間がかかるのは仕方ないよねってところだと思うんですねやはりその通りだと思いますやはり編集に関しては手作業で編集する必要性は出てくると思うんですよねただ長文記事を作成するフローの大部分を省略化することもっと作業を効率化することはできるものと私は判断しておりますどういうことかと言いますとまずですねカッティブでネックとなるポイントというか私が結構デメリットに感じているところってのは 時間がかかるんですねカッテブを使って文章を作成するってなった時にちょうど私も昨日カッテブを使って文章を作成していたんですけども長文記事アーティクルライターで記事を作成しようとした時に生成する時間がかなりかかるんですよ。 タタイトルををを挿入ししててて、えー、ボタンククリックして実際に記事を作るってなるっな結構時間がかかるんで、すねでカッテブのこの長文記事だけでなくてカッテブチャットやカッテブライターなどの機能でもかなり生成時間がかかっていましたでまた、言語も関係なくて、えー、言語が日本語にしても英語にしても全く関係なくまあ時間がかかってしまうと生成する時間がかかってしまっていたんですね で、こうなった時に私が何を考えたかっていうと、カッティブの作業そのものを自動化してしまえばいいじゃないかというふうに考えたんです。ちょっとこちらをご覧ください。こちらは何かと言いますと、なんかざっと出ててなんだこれだと思われるかもしれません。これはですね、カッティブでの記事作成のフローを自動化しています。ロボティックプロセスオートメーションとい、まあ RPA って言われるものですね。これを使って、要はロボットを使って作業を自動化してるんです。こちらをご覧ください。 カッティブのダッシュボードを開いて、次にどこの項目をクリックするのか、この項目をクリックした後に次にここをクリックするっていう、そしてクリックをしていって、テキストの入力項目にこれを入力するみたいな、こういった一連の作業をすべて設定してます。で、実際にこちら作動させてみますね。ボタンを押します。そうすると、まずご覧ください。新しくウィンドウが立ち上がります。このウィンドウは、このロボットによって制御されてますね。すべての作業が自動化されてます。 どこをクリックして、どこの項目を指定してっていう、こんな感じですね。保存して、そして長文記事を開いて、タイトルの項目に特定のテキストを挿入する、そしてボタンをクリックしてデータソースを指定して、そしてこの内容で目上を作る、これらすべてがすべて自動化、ロボットによって制御されて自動化されています。で、目次が出てきたら、この数秒後遅延させて、 ボタンをククリックしてこうういいっった記事作成が始まるっていう、まあ、こんな感じですね。つまり、この作業って、要は、私が別の作業をしている間に、バックグラウンド上で作動させることはできるんです。カッティブでの作業全部バックグラウンド上でやってくれてるので、かなり便利ですよね。ちょっと一回停止させますね。はい。こんな感じで。なので、私がやっていることっていうのは、このカッティブでの記事作成の作業を、こういったまあロボット、あアプリを使って全部自動化させているっていう感覚です。で こういったカッティブに関わらず、私はあらゆる文章作成やるとか、そういった作業をですね、自動化させるってことを頑張ってやっております。で、どうしてもやっぱりかかる問題として、記事の編集の時間であるとか、手作業を目視で確認するっていうフローは絶対に必要になりますので、それ以外の分ですね、カッティブで機械的に文章を作成するフローに関しては省略化した方がよろしいかというところで、私は全部自動化をしているんですけども、ただですね、これをご覧いただいて、 おそらく感じることとしては、なんかちょっと複雑そう、自分にはできなさそうっていうところを率直に感じるかもしれません。えー、こういった CSS のセレクターを挿入して、えー、なんかどっかをクリックして、どっかをクリックしてて、こうなんか設定するのめんどくさそうっていうことをお感じになると思うんですよね。 直感的に自動化できるアプリがありまッ、ね、プスモで現在販売されているタスクマジックという自動化アプリがありますこちらも私が今先ほど使っていたこちらのアプリのように自動化をすることができます違いは何かっていうとタスクマジックの方が私が使っているものよりもより 直感的に操作ができるっていうことなんですね。カッティブで記事を作成するフローもタスクマジックを使って自動化させることができます。で、実際にこれについて後でも,も,もう少し詳しいことは解説していこうと思うんですけども、まずはタスクマジックでできることっていうところでお見せしたいと思います。で、こちらがですね、タスクマジックのダッシュボードになります。つい数分前に試しに作った、えー、ものがありますので、こちらをご覧ください。こちらですね。こんな感じで、えー な設定してますそしてこちらボタンをクリックしますね。そうするとこのタスクマジックで新しいウィンドウが開きます。このウィンドウは全て、えー、タスクマジックによって制御されてますね、はい。書いてありますね。ソフトウェアによって制御されているとで。こちらも先ほどの私が使っていたアプリと同様にあらゆる作業を、えー、自動化させることができます。例えばたと特定の 要素をククリックしてそこに特定のテキストを挿入するこの場合だとログイン画面のログインページのメールアドレス欄に私のメールアドレスを挿入してパスワードを自動的に挿入するこんな感じですねこれらも全て今自動化して行われていますどこをクリックするのかなども自動化されているわけですねこんな感じで えー、タスクマジックを使うことによっても、えー、カッティブでの作業を自動化することはできるということなんです。もうこういう感じで、バックグラウンド上で作業が行われてますね。 このように言語を設定したり、ターゲットオーディエンス、対象のオーディエンスを指定したりっていう、こういった作業も全部自動で行われています。ボタンをどこをクリックするのかであるとか、また、えー、こんな感じで、長文記事の作成ページを自動で開いて、そしてタイトルの項目で特定のテキストを自動的に挿入する、こんな感じですね。これらも全て自動化することはできると。でこちらのタスククマジックに関しても自分が 別のウウウィンンドドでででで作作業業ををしててていいるる段階でバックグラウンド上で全て作業を進めてくれるっていうことなんですね一回ここで停止させておきましょうかこんな感じでタスクマジックを使ってカッティブでの記事作成も自動化することが可能ですでもしかして使い方が難しいと思った方もいるかもしれませんが使い方は非常に簡単なんですね使い方というところで実際に自動化を設定する手順をご覧いただきたいと思います このタスクマジックのダッシュボード上から新しく自動化を作成します。そしてこちらにボタンがありますのでこちらをクリックしますね。そうするとタスクマジックでウィンドウが立ち上がります。で、例えばこちらですね。カッティブのダッシュボードのページ URL に挿入します。次にこちらをクリック、まあ。こういったどこをクリックしたのかとか、どこをクリックして 何を挿入したかとか、メールアドレスを挿入したことや、パスワードをクリックして、パスワードを挿入して、チェックボックスを入れて、ボタンをクリックしてっていう、こういった一連の作業がすべて記録されていきますね。すべて直感的ですよね。どこをクリックしたのかっていう、こういったことも自分が操作すること、すべてこうやって、こんな感じで、自分がクリックしたことがこういうふうに記録されていきますので、かなり便利です。そしてこれで作ったタスクマジックの自動化のフローっていうのは、こちらのプレイステップというところを押すと、 先ほどのの作業が再現されますカッティブの画面をを開開いてログインページを開くログインページを開いたらこの項目にメールアドレスを挿入するそしてパスワードを挿入するチェックボックスをクリックしてボタンをクリックするこのような感じで 全部自動化できるとということな,んです、ね、なのでぜひですねこのタスクマジック使ってみていただきたいなというふうに思います自動化アプリとしてはですねあの一番使いやすいんじゃないかなと思います CSS のセレクターの知識がなくても問題なく使うことはできますので、ぜひこれは試してみていただきたい製品ですね。で、私がこの製品を買ったのが8月の2日でした。で、最初は私はお勧めしていませんでした。なぜかというと、セキュリティ面で少し不安があったこととバグが多かったからですね、この面で大丈夫かなと思って紹介はしなかったんですよ。ただそれから、今23日ほど経過してから、 このタスクマジックのバグが大幅に修正されて、公式、アップスーモの公式などからでも、いろんなこういったあのアップデート、安全ですよとか、こういった面であの安心できる材料が出てきましたので、タスクマジックはですねまあ今のところかなりえ安心して使えるものというふうに思います。現在、ですねこのタスクマジックは59個レビューがついていますが、 まあ今、アップスモで販売されている製品の中でもかなり群を抜いて人気の製品ですよね。こちらはアップスモのプラスメンバーしか買えない製品なのでこれは除きますけども他の製品ですね、2つのレビューや17個のレビュー、14個のレビューや30個のレビュー。 4個、9個、5個というふうにこういったレビュー数がある中でタスクマジックに関しては59個レビューがついていることからも分かる通り現在アップスモで販売されている製品の中でもかなり注目度が高く評価も高いことが分かると思います。で私もも最初ははどどうかなとと思っってたたころはあったんですけども実際にもう あのアップデートもされて、バグも大幅に修正された現在では、タスクマジックはぜひ、えー、これを見ている方には、試してみていただきたい製品の一つなんですね。ちなみに、このタスクマジックに関しては、通常料金はこちらですね、タスクマジックの公式サイトがこちらなんですが、料金プランを確認してみますと、こちら、えー、一番安いプランでも、1199ドルかかります、通常の場合は。なら、14万、15万円、まあ、16万円ぐらい、買い切りでかかるんですね。 16万円のソフトウェアって結構なものじゃないですか。真ん中のプランでもだいたい30万円近く料金がかかるんですね。ただ今回、アップスモで購入するとこちら、49ドル、だいたいどのくらいでしょうか、6000円、7000円ぐらいで購入することはできますね。だから、作業の自動化ってことを考えたら、かなり破格だと思うんですよね。で、まあ、ライセンスのティア3でも249ドルで、 かなり機能が解放されてるんですけれども、それでも10分の1未満の価格ですよね。 で、プランの内容としては、こちらなので、こちらですかね。4799ドルのプランが249ドルとか、まあ、ここら辺かなというふうに思いますので、なので、そう考えると、かなり安いかなと思います。で、まずはですね、まあ、タスクマジック一つ使ってみていただくといいんじゃないかなというふうに思います。やっぱりカッティブで記事を作成する流れとか、作業を自動化するってことを考えたときに、物理的に自動化させた方が効率的だったりするんですよ。カッティブで文章を作成するときに、API などで、 えー、使えたらいいんですけど現在カッティブで API は公開されていませんのでなのでこのカッティブでのさ文章作成を効率化するのであれば まあ、ぜひですね、こういった自動化アプリを使ってみていただければと思います。まあ、49ドルで、まあ、62時間の返金保証もついておりますので、えー、ご安心してお使いいただけるかと思います。で今回、自動化アプリをご紹介した理由としては、やはりですね、カッテブで文章を作成するときに、まあ、カッテブの長文記事に関わらず、カッテブチャットやカッテブアシスタントなどでも、文章を作成するときにですね、文章を生成する時間がかかるわけですよ。こんな感じですね。えー 文章をファクトチェックする時間であるとか、それを実際に出力する時間がかかるので、ここはやはり短縮化するのは結構難しいのかなっていうふうに思います。はい、こんな感じでですね。やはり文章の品質というか、ファクト自体はあのしっかりとされているんですけどね。ただあの、時間がかかるので、こういったところではやはり文章作成は、こういった自動化アプリを使って省略化した方がよろしいかというふうに思います。というところですかね。えー、ということで、変わった回答になってしまったと思うんですけども、 ぜひ参考になれば幸いです。ご質問をいただきましてありがとうございました。では失礼いたします。